お疲れ様です。お疲れ様です。あ、やば。まあ、0時頑張ってください。トラバースは。明日レジらしいんで。さあ、今日は細いシーズンなんで、さんですね、なんか。もう深夜も深夜なんですけど。なんか様々なシーズンっていうか、まあ、非公認大会が。なんでますが、まあ、その上で。始めてまいります。まあ、前回と同じように、僕が細井さんから ID いただいて、その試合をピックアップするという形でやっていくんで、少々ね、手間かかってしまいますが。まあまあ。金曜日、本当に多いですね、大会。いつもの毎日 CS はもちろんなんですけど、将軍 CS さんも、なんか、やってらっしゃったんで。あと、何で CS か。本当に様々な方が大会を催してらっしゃって、すごいですね。音声の方は大丈夫でしょうか？ BGM の方、ちゃんといい感じに聞こえてるかどうかとか、ちょっと判断してくれると嬉しいです。相変わらず、口内の方は治ってないんで、まあ、いつも以上にちょっと聞き取りづらいかもしれませんが、まあ、ちょっとご了承くださいというか、我慢してください。サイトしか言いようがないんですけど、ちょっと申し訳なく。さあ、今日だっけな？アップデート。あ、BGM ですか？いいですよ、全然。マイクテスト、マイクテスト。こんな感じでどうですかね？なんか、例えば、この配信が、僕のプレイを見せるなんか、いつもなんかランクマ配信とかあったら、あ、こんな感じで大丈夫ですか？いつもなんかランクマ配信とかあったらなんか、控えめでもいいんですけど、BGM は。まあ、今回は、大会配信ですからね。もちろんなんか、僕の声聞こえなかったら困るんですけど、それはそれとして、雰囲気とかも楽しんでほしいんで、まあ今日の配信、もう深夜ってレベルじゃないから。参加人数は結構控えめですね。23時はさすがにやりすぎだと思いますけど。さ て。どうせやったらなんか、ああ、でも、作ってくるの忘れましたね。なんかネームプレートみたいなやつ、作りたかったんだけど。まあ、いっか。ネームプレートみたいなやつがあるとなんか、チャプターがないから、チャプターがつきやすいから、見返しやすいのかなと思うんですけど。
彼が不在です。誰だ彼って。ライバーさん。まあ、お任せいたしますわ。スコア編の。美容水の大会配信、久々に見るかも。ほうほう。まあ、そんなに多いわけじゃないんですからね。やはり美容水っていう形態は、どうしても時間かかってしまうんで、やはり気楽になんか催せる、てか気楽にプレイができるマスタージェルというゲームの趣旨としては違うのかな。とかいい感じのマイクの位置がちょっとわかんないな、いまだに。さあ、そろそろですかね。まあ、ぜひぜひ。バクさん、二人多いかもって言われてる。バクさん。まあ、ちょっと、その辺のさじ加減は、お任せいたします。まあ、時間も時間なんで、寝落ちの可能性は十二分にあるから。あ、僕の近況報告とちょっと暇だからやっていくんだけど、今日ね、カードショップ行って、久々に、なんかスリーブ買いに来ましたね。なんか、シャドーバースのスリーブ買いに来て、行って、無事、ギルネリードだっけ買って、ついでになんか、カードローダー買った。それなんか僕の大好きなカードの、なんか、竜呼びの笛ってカードあるんですけど、そのカードの、なんか、スリーブ、アンドローダー、つけて、満足しましたね。傍らでなんか、リアリティコレクションの予約があったらしいんですけど、僕はなんか、へーってなって、買わなかったっていう。はい、じゃあ見ていきましょうか。1回戦、クライマーさん対バクさん。先日、夜中申請も、配信宅、続きましたね。こちらは。見ていこうと思います。さあ、先行はバクさんですね。さあ、いつものデッキエンディミオン、マスターキルベースからジャックラをサーチ。マスターベーストスタートってことは結構ハンド切羽詰まってんのか。ジャッカル召喚。サーバントから入っていきます。サーバントエンプレス。これでジャッカルの方が使えますね。ジャッカルのリキュート効果使っていきます。魔の魔力カウントは3つ使って、チンをリリースして、魔導獣モンスターをリキュート。そうですね。やはり展開なかったそうです。しかも、課金もなかった感じですかね。このエンデミオンってデッキ、一応マスターケルベースから、キングジャッカル持ってきて、キングジャッカル効果でマスターケルベース出して、低受けできるんで、
そっからもう一枚ペンデラモンスターがいれば、まあエレクタームっていけたから挟んで、あ、お願いします。細井さん、こちらこそ。今回のハンドはあまり良くなかったのかな。やはり細いシーエス仕方ない。あ、フィーがあった。さあ、お互いペンデラムテーマですね。お互いにエンディミオン。さあ、こうなってくると、ミラーにおけるチキンジャッカルはそこまで効力が高いわけではないので、まあ仮にプライマーさんがそのエンディミオンをすべきしているんだったら、かなり簡単にこのキングジャッカルおよびペンデラムゾーンは吹っ飛んできますね。魔力統括で察知したのはサーバント。さあ、シールイールから入ります。あ、出来枚数結構多いですね、プライマーさん。60枚ですね。60枚のエンディミオン。いや、っていうことは、そもそもエンディミオンではなくて、単純にペンデラムギミックの1枚としてなんかエンディミオンが入ってるとか、そんな感じでしょうか。さあ、シールイール使っていきます。シールイールの効果は、ペンデラム効果が相手の場のモンスターを対象にして、監視の自前を攻撃します。で、対象になったのはキングジャッカル。キングジャッカルは、無効やったんで、魔力カウンターを乗ってるモンスターは、効果無効になると、魔力カウンター全部、取り払われるので、キングジャッカルの効果を無効になった と同時に、魔力カウンター全部消えました。さあ、ペンダム召喚。ゼフラシーゴ2体ですね。こちらセフィラ側もあまりいいハンドじゃなさそうだが、ただエレクトロンはいきますね。さあ、セフィラシーゴ。あ、そう？これはどういうことでしょうか。展開伸びなかったのかな。一本目取ったのはバクさんのエンディングでした。エレクトロムから展開はできそうだってはあったのに、投了というのはちょっと腑に落ちませんが、さあ、どういう盤面が脳内に描けていたんでしょうか。さあ、引き続き2戦目見ていきたいと思います。この大会 BO3 で負け戦があるはずなんで、負けたプライマーさんが先行後攻を選ぶ権利があります。一応隠しとくか。いや、いいや。さあ、宣言し終わったようですね。ちょっと見てきますか、メンバーの方。エラーでもないか。エラーだったらまあ、出ますか、普通に。さあ、続けて。2本目見ていきたいと思います。さすがに僕ちょっとペンデラムデッキ詳しくないので、十分な解説はできないかもしれませんが。さあ、先行はプライマーさん。愚か埋葬から入っていきます。墓地の喰らえたのは、覇王剣竜ダークブルーム。さあ、自分左モンスターが存在した時に、このカード特殊ができるんで、
自分の効果で特殊召喚して、さらに特殊召喚された時の効果でデッキからハオモンペンデラムモンスターをサーチできます。クワッタのハオモンゼロ、まあ、こちらあんまりちょっと関係ないんですよね、このなんか効果は。さあペンデラムマンシャンを通常召喚してエレクタラム、エレクタラム効果で加わるのが、まあ問題なくアストログラフマンシャンでしょうか。あ、ギータス。ペンデラムマンシャン効果でエレクタラムで割っていきます。ペンデラムテーマ、魔術師とかはその先にエレクタラム貼れるか貼れないか結構展開の質が変わってくるとか聞いているので、プライマーさん、まあ、ペンデラム召喚する前にエレクトラマンに来たのはかなり強行でしょうか。さあ新宅貼っていきます。新宅はセフィラカードをサーチできますね。モンスターですか、セフィラモンスターをサーチできます。加わるのはセフィラ集合、ハオモンゼロ、ギータス。ギータスはペンデュラム効果でセフラ1枚切って音響サウンドウォーリアをデッキから出せますね。まあ、ここから出てくるサウンドウォーリアもかなり強力なんで。さあペンデュラム召喚していくのはペンデュラムマジシャン、セフラシウゴ、ダークブルーム。ペンデュラムマジシャン効果で破壊していくのはセフラの新宅。ギータス破壊するんですね。ペンデラム効果使っていくと思いましたが、そんなことはない。まあ、召喚権増やす必要はないということなんでしょうか。さあ。ゼフィラシーゴでできたのが、サーチしたのがセフィラの真意。ペンマジサーチするのがドグラバットジョーカー。エンタメイト天空のマジシですね。さあ、真意でサーチしたのが進撃ですね。こちら進撃は、感動効果に対して、エクサデッキのセフィラモンスターを除外して、発動を残りきる。さあ、4体でインク召喚。アポロルーサ。ただ、セフィラタイムだとアポロルーサは結構、これもったないので、まあ、かなり苦しい制圧場面になってしまいましたね。まあ、ハリファイバーがあればということはあるんですけど、まあ、ハリファイバーはもう死んでしまったんで。とは言ってもマスターキルですから、使っていきます。マスターキルビルスに対しては、ハルララ。エンディミオンと、なんかセフィラの相違点として、一つ挙げられるのが、威圧の抑えですね。デッキの枚数多いとはいえ、単純にエンディミオンはもう威圧皆無なんですけど、基本的には。プライマーさんの使っている、ペンダムデッキ。まあ、セフィラなんですけど、セフィラ、まあ、あるいは魔術師とかは、デファイアーズ結構普通に入ってくるんで、ハルララ増殖する G とか。初心者です。お疲れ様です。野崎さん。大会配信は初めてですね。初心者詐欺。すげえや。僕のお箱なんですけど、それは。さあ、ゴードンに対して進撃を打ってきました。エンディミオかなり俺は厳しいですね、このスケール配置は。
とっととエレクトラムに行きたい。初めて大会配信、ワクワクしてます。おぉ。恐縮です。なんか、ヘローさんとか、アーチャーさんみたいな人たちに、ちょっと、なんか、同レベルの配信は多分できないから、怖いなって。あんまり期待したいと困るんですけど。さあ。ペンデラム召喚で、サーバートブエンディミオン出して、スティームジャッカル出しましたね。さあ、これ。爆散側のエンディミオン。このスケール配置で、まず、展開するためには、まず、サーバートブエンディミオンを使うか、まあ、割るかしないと、まず、ワスタケルボスが結構邪魔で、勝手に割れないんですよね。で、となると、何かしら、その、マスターキレボスを使用する、違う、サーバントエンディミオンを使用できる状況に持ち込むか、あるいは、もう叩き割るかとか、しないといけないんですけど、そうです。展開飲みませんね。お互いかなり微妙な展開になってしまいましたが、さあ、プライマーさん。念のためチキンレースの処理は知っておきたいところだが、さあペンデラム召喚 4体ただこの超限ちょっともったいないですね。効果破棄していきます。ペンデラムマシャ効果で天空を割ってサーチしていきますが、ここに対してキングジャッカル打っていくかどうか。ただ、打ってもアポロウサがあるんで、正直、どうにもならない。ここからプライマーさんがどうやって切り味を作るかですね。さあ、シールウィールとドグラバットジョーカー。あ、シールウィール持ってこれるの強いですね。シールウィールはバナモンスター対象にして、無効化するっていう効果を持ってますね。非常に優秀なエンタメートモンスター。本当に優秀だな。チキンレース、叩き合っていきます。モンスター無効ですね。そうですね。ペンダル効果はモンスター無効で、召喚値効果が相手のセットをカード貼れる効果ですね。強い。ペンマンズ搭載の時になんか結構、チャージした人としてはかなり優秀なカードです。さあ、おなじみバリルソード。殴っていきます。行為宣言時に、フォーカー発動。相手モンスター攻撃力をパクって、まあ、フォースですね。いわゆる。戦闘を行う相手モンスターの攻撃力を半分をいただいて、まあ、盗むっていう効果が出ます。キングジャッカー使っていきますが、ただシールウィールで無効になっているので効果適用されません。さあ3000ダメージ通っていきます。アポルーサで攻撃。トグロバットで攻撃。2本目取ったのはプライマーさん。これで 1-1 ですね。さあ3本目。選択権はバクさんにあります。始まりそうですね。さすがに引き出しの多さはプライマーさん、さすがといったところ。
まあただお箱のなんかモンスター向こうがあんま刺さないから。さあ、以前マレルソードって何に使うんですかって質問されてアクセスの限りが増えてたって。よかった。やりました。確かに。まあ、アクセス高等感のがやっぱり、まあ、火力は出ないんですけど、汎用性としては、やっぱり、アクセス高等感のが、優秀としか言いようがないね。本当に。特になんか、展開しやすいですからね。アクセス高等感は。さあ、若干召喚から入っていきます。サーバント。ナリキンゴブリン。まあ、特になんかアクセス高等化って、パックの表紙に割ってるから。主人公使ってるし。さあ、スケールが沿った瞬間に、増殖数字、打ち込まれていきます。破壊の示しが入ってなければ、まあ、直接、陣位を止めることはできないんですけど、ただ、このマジックビースト、キングジャッカルは、特殊召喚の手数を使わずに、ポンと出てくるんで、あまり苦になりませんね。当然用意できる展開、なんかその妨害の数は減るんですけど、まあよくなんか、エンディミオンって G 重いのか重くないか論議は結構あるんですけど、僕は普通だと思ってますね。その、基本的にエンディミオンって全突破デッキだから、全突破するデッキだと思ってるんで僕は。他のデッキと違って手配要素が詰めない都合上、なんか、G 食らってなんかターンエンドするときに、見えてる妨害しかないから、って思いますね、僕は。なんか、でも、重いかって言われると、なんか、そんでもなくて。さあ、ペンデラム召喚。キングジャッカル、エンディミオン。突っ張れますか?サーバント効果で、出てきます。エンディミオン。このエンディミオン。マリオカンタ乗ってると、クジラさんお疲れ様です。無音視聴って何?これじゃないか。あ、手は取ってなら、創生魔導をマスケロ、ジャッカル、一回でドーン、D、ワンドロー、終わり。何一緒で、確かに。それはあるな。さあ、こちらのエンディミオン。魔力カウンター乗ってるので、この、対象にならず、解散に入っていく効果は、許されますね。非常に強力。そうですね。マスケロジャッカーとか、その辺のか、マスケロは出ないんだけど、マスターキルベルトはレベル8だから、実は出ないんですけど、エンディミオンとジャッカルはレベル7と6なんで、本出しできて。そっから魔力カンタ1回乗せること、行為ができれば、非常に優秀な妨害を、なんか G1 回分立てることができてる、みたいな感じですね。別にサーバントもなんか、ラオラオとかと違って、バンドローなんで、そういう意味でもなんかいいですね。まあ、そういう敵に強いのが、まあ、ファントムナイスとかなんですけど。まあ、ファントムナイスいないからね。さあ、新択入っていきます。新択はスルー。さあ、プライマーさん側、おそらく、死毒入ってるから、死毒絡めば、なんか全部ぶっぱとかできたんだけど。さあ、このセフィラトーングラウトン。
対してエンディミオン1回使っていきます。残りの妨害はあと2回、魔法穴向こう1回とモンスター向こう1回。さあセフィラの展開系の意地は見せられるんでしょうか。さすがにこのスケール放置したまま返すとなんか次のターンターンでなんか展開されるんで、さすがにそれは美味しくない。ジャンジャン魔力感度乗ってるの強いですね。おっとエンディビオン2体がどちらも破壊ですよ持ってるんで非常に強力。さあサーバントしかもこれ仮に全部吹っ飛ばされても強いターンフェンダムスキル貼った状態で貼れるか。戻るならおそらくエンディミオンとサーマンとアンデならばなかなか悪くない。オロカラ埋葬、オロカラ埋葬かダークブルーム、おそらく出していきますが、さあここからどう展開していくか。金卓打つ前に魔力統括なかったのかなとは思いますが、ノルサンナがあんのかな。サーバントがさあナークブルムに対してはキングジャックから使っていきます。まあエレクトロも待ってもよかったかもしれないんだけど、まあ、とはいえダークブルーム通してしまうとペンデラモンスターであるなんかハオモンゼロがサーチされてしまうんで、それを嫌った形ですかね。さあグラマトン買っていきます。ここに対しては、3枚目、なんか2枚目のエンディミオンを使っていきます。これで、すべて2月が踏み終わりましたか。ただ、この2枚のカードが、魔力カウンターのセールでカードじゃないと、厳しいか。さあ、ギータス、貼っていきます。おお、ありましたね。セフィラの真意。先ほど見えたんですけど、こちらは、いわゆる何でも持ってこれるカードですね。セフィラカードを指していきます。これでサーバントがアクティブに、サーチするのはセフィラ風刺。ざわざわさあそろそろ暴れそうですね。さあ向かい合うキングジャッカル、ペンデラム召喚出てくるのは当然エレクトラム。ペンデラム召喚はまだしてないんで、こっからペンデラム召喚すると、バリア申し分ない。セフィラ風刺貼っていきます。先に割って、先に割るんですか？そこ割ってドクロバット。で、ワンドロー。召喚源使ってなから、ドクロバットを使って、で持ってくるなペンジャーマちゃんかな。まあ、シルイル持ってきて
てもあ、しどく。なるほど。しどく貼って。で、一応、魔法使いがいるんで、お、我慢してましたね。魔法使えるんで、セレネも出せますね。出てきたマイクス。マイクスは消化器増やせますね、こいつは。しかも、風属性の機械属っていうのはすげえ優秀な、なんか、手やつ持ってるんですよね。レベル5だし、しかも。なんか、たまになんかこいつ使ってなんか、ノバインフィニティ出したりするんですけど。さあ、ペンダム召喚していきます。キングジャッカルと風刺。さあ、3体でリンク召喚、バレルソード。打点は足りてそうですね。さあ、バトルフェーズ。そっか、死毒って、魔法使い闇属性モンスターが戦闘行う場合なんで、こいつ、なんか魔法使い闇属性モンスターなんで、割れますね。すご、面白いな。さあ、2秒効果、効力パクっていきます。一応エンディミオンは、魔力カード乗ってるエンディミオンが死ぬと、自分持ちの魔法、なんか魔法カードサーチか。同盟サーチか、あれ、これって。サルページじゃなくて。そうですね。あ、何でも持ってくれるんです。ほんと、サーチじゃん。何でも持ってこれるんで。それで持ってきたのは、魔力統括。さあ、バレソードで、2回攻撃、取得していきます。さあ、勝っていったのは、プライマーさん。プライマーさんのセフィラになりました。おめでとうございます。結構大味な戦いになると思ったんですけど、なんか、意外とおとなしい試合でしたね。まあ、ただ最後の試合は、結構、セフィラらしい、妨害を踏み越えていく、セフィラと、なんか、セフィラのお箱の展開を見れましたね。やはりセフィラは、展開系ヒットの出来なんで、これからも気持ちいい試合を見せ続けてほしいんですけど。ハリフェーバー死んだのが結構痛いと思うんで、そこら辺どう言いつけてるのかちょっと気になりますね。ちょっとさあ次の試合はどこに行くんでしょうか。まあ土深夜だからな。さあ、連絡待ちです、僕は。なあなあ。なんか、今回、なんか、その細いシリーズさんって結構珍しい環境してますよね。まあ、ペンディアムテーマとか評価高い理由はわかるんですけど、それにしてもなんかファンダイズ少ないなって。
なら勝ちたいなら、勝ちたい場合なんかそういう考えると、まあ持ち込みが、他の CS さんと比べてなんか、ちょっと尖っていきますよね。あ、抜いていきますか。わかりました。ドライマーさんとゴーモーさん。うんと、ちょっと。さあ、ゴーモーさんデッキはどんなデッキ だろう。ゴーモーさん結構は僕あまりお見かけしない方なんで、まあ、経歴とか全く分かんないんですけど、さあ本日の持ち込みはどんな持ち込みなんでしょうか。まだ来ないな。他のルーム行っていいんだけど、全然ちょっとここまでこだわる必要ないけど。私まだな。サドールの話でもするか。サドールどうですか。僕はもう上がっちゃったからあれだけど、ノウサギさんはめっちゃなんか。苦しんでいましたね。まあまあ、まあ、今期は召喚サドル厳しいんですけど、死にそうです。多分ランクマッチだったらファンダイズにここまで勝てればいいから、金艇積んで融合も積んで、ガーディアンキャラ積んで、みたいな、報酬で勝てそうですけどね。最初ワンネットワールド入ったんだけど、抜けちゃったよ。なんか、なしても勝てるから。まあ、いっかってあって。やったら、楽園を取った瞬間になんか勝ちって言えるんだけど。副召喚でき、頭召喚できねえかって言いながら中身見ちゃってて、さあ見ていきましょうか。プライマーさんとゴーモーさん、ゴーモンさんですね。まあ、ファンダイズがいても、振られてくるまではマシかな。ケアメンズとか。マシなんかな、とか思いつつ。おお、全員2回戦で揃えましたね。さあ、ゴーモーさん待ちです。あ、いらっしゃいますね。ヒマラヤ型やっていましたが、海やマリンス見たくて、ちょいご荒まないですかっていうシミュレーションデッキがさっき決まりました。マリンスに負けますか？負けるか普通に。
大瞑想じゃん。さあ見ていきましょうか。ほどほどして。マリンセス一回勝ったことない。そんなに。そこまで。なんかだったら幻影の方が負けそうな気がするけど。さあ、あら、わかりましたね。なこういうエラーは本当にやめてほしいですね。初動率化け物の上に確率に2、3枚かえられてるせいで不満より苦手。マジ？2、3枚かえられてるのはまあ確かにそうなんだけど、じゃあ楽人かな。いやでも楽人だったら、そこに楽人はないか、そういう意味だと。どういう、どういう構築がいいんだろう、その場合。わかんねえな。いや、なんでかってなんか単純に苦手で落とされるっていうのはまあ質によるんだけど、もちろん。やべ、展開キックやドクサイドでリンク一致が2種類って何かのジョークじゃないんですか。なんか行き着く先はそこまできつくないんだよな。なんかアルゴノートもまあ強いけど、またアルゴノートは普通に使われてる分にはアライバルよりきついかもしれない、まあ、とはいえな。消化しそうなら普通に勝てそうな気がしますけどね。さあ見ていきましょう。こんばんは、お疲れ様です。本日大会配信ですね。あー、またエラー起きたのかな。まあ、かなり不具合ですね。マリンセスか。ちなみに結構いるんですか、マリンセスって。なんか結局マリンセス自由枠多いけど、向かった先にファンタジーで勝てるかって言われると、エンペン重いせいで厳しかったみたいな話があると思うから、まあとはいえ言うやつ多いからストレスじゃないのかな。来ましたか。まあリンク1アンダー吸収だとつば本当強いですよね。シャドウにも惜しいわ。あ、1割ぐらい。へえ、結構多いですね。さあ、無事始められそうですね。
見ていきましょう。2回戦クライマーさん対ゴーモンさん、シーリルからシーリルでなんかエンディミオン初手ペンジャラム召喚の構え、デッキ枚数60対41、さあペンデム召喚が入っていきます。超弦ペンマジ、ペンマジ効果でエンディミオンとシリュール破壊して2枚サーチチェーンして超弦デッキからマルチ使用できると、さあ光っていきます。超弦に対してはハルララちょっとしょっぱいかな、ペンマジ効果取っていく、ドクルパッドジョーカーと天空の魔術師、さあドクルパッドジョーカーからサーチされるのは、待って見逃したわ、シリール結構入ってますね、シリール、そんな好きなの。さあ2体でリンク召喚エレクトラム、エレクトラム効果エクストラデッキに入れるのはギータス、シールイル、エレクトラム効果で破壊していきます。持ってくるのはヒータスで、ワンドロー、ヒータス効果発動、いや、まあカードの発動ですね、カード発動で効果発動、ペンデュラムコール入れてまして、ペンデュラム効果入ってんだ、すごいな。マイクス、マイクス効果でデュアルサモン召喚されるのは天空マルチ、天空マルチ効果でリンクモンスターとペンデュラム、リンクモンスター関係ねえわ、ペンデュラムモンスターいるんでエンドフェーズにペンデュラムモンスターサーチしていきますね。バリケードベルク、あ、これで機械ですね、まさかなんかラドンが見えるか。さあ機械と機械でリンク召喚ラドン展開、だいぶ遠回りになってしまいましたが、これでタツの落とし親とかを絡めて、さあリクルートトーク2枚使ってオライオン、トークンとライオン使ってシンクロ召喚、暴天候ラドン、そうですね、バリケードベルグに経由するとまあできたりするんですけど、ただその相方になんかマイクスとはちょっとなかなかオッズですね。さあこのコーリンクの素材はどう使うか、さあ新居所感、マレーロード新居、サベージドゴン新居じゃなかった
ちゃうわ。タペチ効果で、墓地のマリケルベルクを装備していきます。セフラシウゴ、セフラシウゴ、セフラシウゴ、リクルート。進撃はサーチできないか。わかりにくい。この履歴。さあ、一応休止が確定か。これで。さあ、ゴーモーさん、マジサンズソウルズから入っていきます。そこに対して増殖する G。一応見えてる妨害は休止とサベージだけなんで、さあ、ワンチャンソルズ効果、リフラかフィールドの魔法カードを墓地に送って、送った数だけドローできますね。1枚ドロー、魂のしもべの効果を使って、お互いのフィールド、あ、または墓地の守護神化モンスター、ブラックマジシャン、マジシャンガールの種類だけカードを引きます。ワンドロー。エンジン作っていきますが、ここからどう展開していくか。なんか、ゴーモーさん使ってるデッキ、ちょっと展開の筋が全くわからないから。なんとも言い難いけど。なんでこんな強い子がチューナー含む2体からおまけ付けできたの？確かに。本当に、ぶっ飛んでましたね。ハリファイバー、もう今はなんか結構回り道しないと使えませんが、なんかプライマーさんの展開なんですけど、さっきラドンとエレクトラを残したのは、これ以上展開伸びないってことなんですかね。なんか、ジェットシンクないからかな。展開まだまだ伸ばそうな気がしたんですけど、バグってんな。クリックできねえわ。ちょっと
貼り直しますね、ちょっと。ちょっと。一応隠しとくか。見えないな。見えませんね、なんか。またバグか。一応、なんか細井さんの方でちょっと、今できてるか確認してもらえますかね。全くわかんないだから、ちょっとお願いします、細井さん。なんていう交通事故だ。さすがにテンポ悪いから次行きたいな。バグり続けてるんだったら。ダメそう。ちょっと。ちょっと、細井さん、お願いします。さすがに僕わかんないから、見えないから。暇だからちょっと話してますか、なんか適当なこと。なんか次のイベント、なんだろう。DC かな。リンクス闇のゲームってやってる現象。あるんですか、この同じ、なんか同じ現象が。怖すぎんやろ。昔からあります。マジ？そんなあって困るけどさ。あります、多分 TS 当初からずっとダメだそれ。
コナミくん。あ、開始されてませんね。そもそもなんか表示されたいんで、見れません。一回の出な、なんか貼り直してもダメだったんで、いやー困るなーいや、何で困るって、テンポ悪くなるから。別に行きます。そうですね。別に行きますね。行きましょう。ちょっと。ああ。今日買ったなんか、カードローダーが美しすぎて、癒される。ていうか、もう、今日で、もうそろそろあと2日で終わりですね。10月やばすぎ。11月は忙しいんですよね。ハロウィンいかがお過ごしでしょうか。僕は普通に忙しい。いろんな用事ありますからね。ハロウィンって何ですか。いや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 、ちょっと冗談きついですよってさすがに今年はバカ騒ぎがないんですかね、渋谷のハロウィンのあれ。なんか昨年とか、なんか一昨年か、こうなんか悪い意味で話題になってた気がするから。都内最悪でしたね。へえ、そうなんだ。まあ結構いい迷惑ですよね。あ、翌朝だ、やばかったのか。まあ今年はまあマシなことになるけど、行きたくねえ都内、こんな時期に。いや、下がるのは分からなくないけど、っていうのは本当に、本当にその通り。まあまあ、まあ、ツイッターで指摘するなほどに、まあ、反面教師でちょっとやっていきましょう。じゃあ、見ていきましょう。サンセットさんと、誰だ、この人。名前わからん。モリンちゃんさんか。勝敗は？ちなみに。あ、1-1ですね。3問目ですか。サンセットさんは おそらく、いつものデッキだったら、命傷なんか、なんかトゥーンデッキ使ってんすよ、この方なんかずっと。持ち込み変わらないなら、まあ、いつも通り、トゥーンでしょう。モリンちゃんさんはなんだっけな、なんか。見たことある気がするんだけど、ちょっとわからない。
さあ、トゥーンキングダムっていうなんかイカれたカードがあって、これで頑張って耐えていくっていうデッキなんだけど。さあ、見ていきましょう。デッキ枚数多そうだな。あ、そうなんだ。43枚、60枚。さあ、3セット3。3枚セットしてターン、4枚か。命削り、打っていきます。トゥーン引けてない。トゥーンはなし。捨てられたのは、アトラクターとセンサー。アトラクター次元系のカード入ってそうですね。さあ、モリンちゃんさん。60枚デッキということで、ドラゴンリンクですね。センサーも別。これはきつい。とはいえ、サンセットさんも、モンスターが引けていないので、これはこれで厳しそうだが。コズミックサイクロン。吹っ飛んだのはお片付け。お片付け。へぇ。さあ、合計打っていきます。対応されてというのはおそらく優秀なステータスを持っているジェミナイエフとかそこら辺でしょうか。トゥーンのしおり。しおりは、あ、ファインダーしてきました。勝ったのはサンセットさん。トゥーンでした。おめでとうございます。いやー、全くデッキと全貌が見えないまま終わってしまいましたが。センサー最強やはりセンサー今期は刺さりが基本的にはいいから、基本的にはね。楽園がなんかルベリオンがドラゴンでミラジェードが源流だから、あ、これに、さっき2戦目か、これで。次3戦目か。あ、そうですね。片付け、石の効果は汎用です。だから割となんかチェームだけなんか出張するって手もあったりして、なんか面白いですよね。なんかチェームとなんかお片付けだけでリレーしてみたいな。さあ見ていきましょう。3戦目。さあパルラからお片付け落としていきます。リンク1ストライカードラゴン、ストライカードラゴン効果で加わるのがバレリボルタを リボルん、あ、すいません。あぶね、ステッキありがとうございます。リボルブートセクターサーチできます。2体リンク召喚ロムルス、ロムルスか、ロムルス採出のは警告、警告発動効果で
選択するのはサーチする効果。スカオステルトリーを手札から捨てて持ってくるのがレムス。レムス効果で帝国をサーチ。さらにレムス効果で特殊召喚。ドラゴニティがいると特殊ができます。リンク1ピスティ。警告張り直して選ばれるのは墓地を送る効果。これでピスティで釣り上げるのかな。アブソルータドラゴンでプレスターサーチして張り替えてリボルブーツセクター、先ほどサーチしたカードですね。バレットモンスターを特殊召喚します。トレーサーと、あ、1体ですね。はい、リンク召喚1体です。ストライカードラゴン、ピスティ効果、でトレーサー効果で割って、出てくるのはバレットリチャージャー、バレットリタ、うん、バレットリチャージャー、カオスルーラー。ルーラー効果で5枚、トップ5枚をめくって墓地に落としますが、この中から闇属性か光属性のモンスターがあると、まあ、察知できるという。はい。トレーサーを持ってきて、あとは全部墓地に送って。ピスティがいると、ドラゴン族の制限があるから、グラム、ドラゴンティーアームズグラム。面白いかと思ったの。こいつ、勝手に帰ってくるのか、こいつ。すごいな。へぇー。デンジャースドラゴンで、叩き割って、リチャージャーで、トレーサーを蘇生？デンジャース効果で、自己蘇生。グラムでまた自己蘇生。どこに行くんだろうこれ。バレルエンドだけ？ちょっとしょっぱいか。さあリンク5。バレルエンドでストレーカーとトレーサーは？テイティ効果。1枚引いて、除外損のカード、除外損の闇か光をデッキに申します。バレーエンド効果で、トレーサーを無効にして、リチャージャー。2体で、マスカレナ。バレル、あ、サベージ出るんですね。中中、トレーサーは。サベージ出ていきます。ロムルスをサーチで、お片付、お召し替え、お召し替え前入ってるんですね。トレーサーとバレ、シババレットを融合素材にして、出てくるのが
バレルソー、バレルロード、フュリアスドラゴン。誰だ君。この一枚なんか、青っぽいですね。この融合モンスター、アタフタ、トップアタフタ、はいはい。この融合モンスターなんか、一旦一度、フリーチェーンでスクラップドラゴンできますね。マダモンス、自分のマダモンスターと相手のマダカード、対象にして流れていきます。さあ、合剣でめくっていくのが、目次。とはいえ、バレルエンドプラスバレル、なんか、サページ抜けますかね。さあ、この状況を解決するためには、センサーを当てる必要があるんですけど。となると、実質で、なんかデスフィニーみたいな方が持ってる。このフューリアスドラゴン。フューリアスドラゴン。あまりにも重いか。このエンドサイクル強い。さらに、お片付け。そして完全に解決されてしまって、勝ったのは、なんだっけ、名前、モリンちゃんさんか。ドラゴンリンクのモリンちゃんさんでした。さあ、次行きましょうか。僕はそろそろ眠たいよ。命削りっていうの入ってんのか、入ってねえわ。多分同じ人だわ。もう連さんいるじゃん。プライマスのゴモさんは終わってないんだ。ダメっていきますか。てかこれ地味に準決勝だったんですね。あーすごいラインナップだ。なんというか、ああ対象に取るからこそ逆にデスフィニーと差別化できてるのが好き。でもデスフィニーおかしすぎて、確かに対象に取らない強さは多分今一番噛みしめてる僕がガーディアンキマイルのなんかでだってのがいいな。それのおかげで お前が最強って感じ。対象取らないことによって、なんか結構いいことが、まああったりなかったりするんだけど。まあチェーン中のものですね、どっちかっていうと。まあ対象取らない場合は、なんかチェーン中が前か後ろかで結構、プレイが変わってくるんで、その分なんか、利点が多くなっていくんですけど。現状そのヒットがガーディアンキマイラっていう。強カード。デ
デスフェに、あ、来ましたね。弾だけじゃなく、拳銃も投げつけるから二段構え。拳銃投げつけるの面白いな。さあ、準決勝、片側の、クライマーさん対レインさんですね。そうだなぁ。なかなか、あ、将軍シーズン。アット外中駆除。面白すぎる。アット外中駆除はな、違うだろ。さあ見ていきましょうか。やばい、疲労が。なんか最近大会環境に進出する方が、あ、そこに貼るんですね。あれからなんか別にいいけど、じゃあ見ていきましょうか。レインさん対プライマーさん、準決勝ですね。見ていきましょう。最近ちょっとね、大会環境を見てくれる方が増えてそうなんで、まあいい傾向ですけど。さあ、シーンに対してはハルララとなると、エレクトラム組むのは難しい。ああ、そんないわ。アドベントからペンデラムコール、コールからしたのがシュラシウゴ、持ってくるのが天空と超弦、超弦とシウゴ。進撃とペンコ強い。そうですね、ペンコ活躍するのなんか結構久しぶりな気がするんですけど、エレクターを組んで、ただ、このターン、天空は割れません。なので、天空割ってアストログラフは出せないから、ヒータス持ってきて、ペンデラム召喚してしまったんで、展開はちょっと、もう伸びには限界がある。シールール割って、ヒータス召喚、ヒータス加えて召喚、バリケルブルク使えた機械なんで、ここからラドン行きますね。さあ、懐かしき幻獣機アウロラドン出てきます。ラドン効果でトークンを生成。レベル3機械の原力トークン3体出していきます。ラドン効果で
トーク2枚使ってリクルート。これトーク、ジジン使わない理由なんでしょうか。さあ、暴天候。暴天候効果で。サーチ効果ですね。サーチ効果を使います。持ってくるのはおそらく九死でしょう。そうですね、九死ですね。あ、強いたらペンダム召喚のリンク先を増やせる。なるほど。出てくるのはサーベージ。これで九死と進撃と、サーベージなんで三ボガですね。魔法も、魔法罠、モンスター効果問わずのパーミッション3回。さあ、メインさんいつもの電脳会使っ、もはやお決まり。申し込みは電脳勇者ですね。じゃあ、ジューロンスタートで、ジューロンには、サベージ使っていきます。チンロン。ここにも打たないと、とは言っても、打ってもしょうがないか。って考えると、サベージが打ってきたのはいいですね。サベージ無効化していきます。これで召喚剣使ってなんか召喚していくと、なんか、簡単に1枚潰せんのかな。ルールに対しては休止。あとは進撃だけ。こいつがいいのか。なるほどね。じゃあ殴ってもしょうがないっすね。魔術使い。あとは進撃、進撃で水使いで触れますが、ただルール使ってしまったからなんか展開伸びなそうに気がしますけど、こっから展開伸ばすにはどうすればいいのか。こっから飛びるのがルールだけだと思うんで、ルールを使用してしまったんで、はい、1枚セットしてターンエンド。そうですね、こっから仮に電動回くっついてもなんかできることはないと思うんで、もしないし、うん、シチューセットかな。そうですね、シチューセットしても除外ゾーンには弾がまだないから、
さあ、これたまらず、投了していきます。もうマイクスしても、まあ無理ですよね。やっぱ気が、気を失いかけてる。電脳解体セフィアってどういうマッチアップ、マッチングか、いまいちわかんないけど。とはいえ、セフィラ側の用意する防衛があまりにも質が高くて、さすがにそこをなんか、電脳界がまくるのは難しいから。やはりこの先行後攻のなんか、シチュエーションだと、G が通るかとはやってくるのかな。こんばんは、バクさん。お疲れ様です。初見だっけ？どうっけ？ちょっと、ネムネムの実況だけど申し訳ない。さあ、メインさん。旅路から入っていきます。ミユ使い。知ってるのが、チンロン。チンロン効果。パイオニアバランスで制度が決まれば。先行あったそうですね。そこまで行く必要ないと思います。普通にバランス、なんかシチューとかでも重そう。あ、センチンバランスシチューとか。結局、ラドンまで手が重たい。なんか、手がつかないと。やはり巻き返しとかが、っていうか制圧難しいから。ポレマさんだっけは。ってなると、機械族である、なんかマイクスとか、そこら辺のカードが絡まないと。なんか、謎があった時にもなんか、絶対なんか、ラドンがめちゃくちゃ軽く積んでるから。ラドン本体貯めるか。あるいはなんかその、ハリファイバーか。貯めるしかないみたいな話じゃないから。シューティングライター。今回落とすのは、白雪。チューでレベル上げて。レベルは9。シェンシェン、刺さる弓かな。ラドンがやばすぎて、どっち、ラドンじゃない、ハリファイバーやばすぎて、今まではなんか、2手あればラドンが絶対、なんか1手か。1手あれば絶対ラドンに繋がってきが多かったから。とはいえ、一応、セフィラ側も、いや、手数がある、ないかって言われると、そんなことなくて、エンディミオンギミック、サーバントですね、サーバントオブエンディムとか、その辺はどう、なんか十分手数になるんで、それが絡まれば、全然、その父上先生の場面は抜けそうですけど、ただまあ先生多分これクソ重いっすね。まあ、コールあったんで、なんとかなりそうかな。これ、なんか父上で、なんか、魔術師のカード割れないんで、
さあ、ダークブルーム。効果で、パオモンゼロをサーチしていきます。これ、レフトまで割ってもなんか、割ったやつ除外せられるし、なんか除外されてしまうとなんか、アストラグラフか。アストラグラフで、なんかサーチするカードなんか、エレベラらしいから。さあ、ヒータス。さあ、効果に転じて増殖する G。まあこれ突っ張れますよね。白い入ってなんかいるし、白い重くないか。エレクトラム、効果で入れるのは天魔寺。さあ、ペンデラム召喚できるのか。ちょっと雲行き怪しいが、父上で対象はエレクトラム、モンストは父上チンノン。さあ、あとはペンデラムコールで持ってきたカードじゃないな、あ、カードか。ホーモンゼロと天狗直言確定か。ペンマジ天空証言未判明、あと1枚新宅とハーモンゼロを破壊して証言効果。さあ、このターン殺さないと かなり厳しいが、白雪結構邪魔してきそうだ。さあ、白雪打ちどころかな、ここは。まあ、打つのは今っぽいっすね。そうですね、今ですよね。チューナーである超限を割っていくのかな。バーレスの匂い、ペロ。さあ、超弦をひっくり返すのかな。ここから展開伸ばすためにはどうするべきなのか。なかなかむず、いや、まあ妥協のロイヤルシラキいいな、確かにめっちゃいいな、さりげなく白く、これで心身は割れますね。天空効果でフェニャラモンスターいるんで、エンドフェーズにフェニャラムサーチ。
G 食らってるので、このままターン返してしまうと、多分次のターンはやってこない。とは言っても、白雪とシェンシェン叩き割るのは、まあまあハードル高そうで、3体でリンク召喚。全部除外されてますね。セレーネ。キングジャッカル持ちにいますね。キングジャッカル蘇生できれば、3700と、まあでも、殺せませんか。それ無理ですね。時間がそうそうパなさそうだな、本当に。で、勝ったのは、2本目取ったのは、レニさんの電脳勇者でした。さあ、3問目。プライマーさんが先行取るんですけど、多分。やはり G で潰れるかどうかみたいな試合になりそうですが。やはりどうしてもね、そのプライマーさん側が作るっていう展開。例えば、まあそのさっきの、先ほどの展開は結構上振れだと思うんですけど、まあそれ以外にしても、アポロウサ、なんか 4素材アポロウサとかでも十分辛いんで。ってなると、メインギークだけレインさんが巻き返すには、なかなか厳しいのではないかと思います。ライザーくん、いい表示しますね。ベアとかでもいいんですけど、全然。ライザーくんは中7なんで、なんか展開に絡みやすいですよね、全然なんか。サーバントから入っていきます。テラフォーミング。これ2回分の魔法が確定するんで、さらに持ってくるのは新宅なんで3枚ですね。3回分確定して、サーバントから、キングジャッカル。おそらく、そこまでは出るでしょう。さあ、グラマトン。グラマトンはペンジャの効果は、自分で行くから、フェラモンスター。フェラのペンデラモンスターを、なんか表側に置いて。スケールをコピーします。さあ、ジーニャウララ。これだと、若干、カルは確定として、そこから、エレフタラム行って、エレフタラム効果せって、新宅割ってギータス持ってきて、グラマトンでスケールコピーして、3と、なんか8ぐらいで作れそうで。となると、リンクの先に2体をペンデラ召喚できるから2の3でバリケードベルグ作れて、エレフタラムとなんかまあサーバーとでもいいけど2体でバリケードベルグ組めて、バリケードベルグとギータ使えてくるマイクスでラドン出して、ラドン効果でまあ、トークン生成して、オライオンとか、アーダコードして、まあ、3問ぐらい作れそうですね、全然。
その上に、まあ、余裕があれば、余裕があると思うんですけど、全然。ヒムジャックから使って、出して、4防衛から。進撃、休止、サペーチ、キムジャッカル。まではいけそうですね。さあ、セラフーシでコピーして、スケールを1にします。レフトのフォーカーで、エクスターデッキに存在する表側のカードを、やっぱり戻して、さあ、ペンテラム召喚。風刺、治癒後、ペンマジ。治癒後効果でサーチ効果。ペンマジ効果で、まあ、その実態は、ギータスの、ティプラコース探しなんですけど、で、風刺効果で中断しますね。シーを中断にします。どうだよ、中断だよね、これ確か。中断として扱うなんで。これでレベル10で、バロネスが食えますね。さあ、バロネス組んで、これでバリケードブレイク作って、進撃回収して、はいはいはい、ギータス効果でマイクス持ってきて召喚権増やして、なんか場面結構カツカツだが大丈夫か。まあバラレツまず組んで、そうですね、まずバラレツ組んで、ここにもよ、ミューモーガイ。で、風刺とエレクトラムでバリケードベルグ組んで、バリケードベルグとマイクスでラゾン出して、もうアクターねえし、ラゾン使うか、もう使ってもいいと思うんだけど。あまりにも盤面がカツカツ。さあ、トークン3体生成して。リリースするのはトークン2枚か。またトークン2枚なんですね。さあ、オライオン出していきます。で、レベル5。いつもの暴天候出して、トークン出て、サペーチですね。で、こう考えたら、なんか、風刺くん結構、テフェラ風刺って、なんか意外となんか、ハズレみたいな、扱いされた気がするんですけど。強くしますね。さあ、レベル8。バレルロードサペチドラゴン。これ3妨害。さあ、防天候効果で、セフラシーゴかな？そうですね、シーゴですね。シーゴ持ってきて、サペーチで装備するのは、まあ、エレクトラムかな。あ、フッシュ君、単体でかなり寂しいな、辛い。確かに。九死進撃、サペーチ、キングジャッカル、バロネス。非常に強力な場面ですね。さあ、ジューロンから。これは、サペーチで購入していきます。モンスター効果から使っていくのはいいですね。やはり芸能界モンスター効果乗り越えるのは得意なんで。さあ、神龍
通してしまうと、バルネス弾かれてしまうので、ここは九死使っていきますね。弾かれる上に、全開の規定になってしまうんで、あと残ってるのはバルネスと、バルネスと、進撃ですね。さあ。死後に対してハルララ。これでもまくれませんね。どうすればいいんだ。さすがにここまでなんかくっついちゃうと、なんか最強の電脳界って言うけど弾き飛ばすことはできない。勝ったのはプライマーさんのセフィアでした。おめでとうございます。これ決勝ですね。うんと、ショット。えい。決勝戦はドラゴンリンクのモリンちゃんさんとフェフィアのプライマーさん、こちらも60枚駅ですね。キャパすごそう。カロリー高いですね。おっとっと、さあ細井さんのルーマチです。なんかすごい人見てつけたわ。来ましたね。はい、見ていきましょうか。あ、お疲れ様です。また来てください。僕もこれ見終わったんなきゃ。なんかすごい時間やってんな。さすがに23時からはやりすぎかなったな。さあ見ていきましょう。ちょっと、さあ音階60枚の出来になります。戦後ホットなプライマーさんのセフィラ、サーバントが入ってサーバント、真意、
インタックサーチ。あ。あ。一瞬で終わってしまう。ただむの早くって。爆速じゃん。あ、落ちたのか。なるほど。いや、一応なんか記録あるから。60未来ですね。見ていきましょう。仕事の行い選手権。まあとはいえお互いに優勝ってるからそんなに。さあ、先後取ったのは。何っけ、マリンちゃんなんだっけ、モリンちゃんさんか、モリンちゃんさん警告に対してハルララ打っていきます。さあ、こっから展開つなぐためには、あ、無理やった。一瞬終わりましたね。展開続かず勝ったのはプライマーさんですね。おめでとうございます。優勝がプライマーさんです。だったな、見てみるか。潔い。ハンド強。プライマーさんの反応も、なんか結構鬼なんだけど。これだったらストライカーの待っても無理か。すげえ反動でしたね。一戦目はちなみに。こっちです。こっちがあれか。こっちが一戦目か。はいはい。これ一戦目で統括から入って。サーバンと、リンイ。これもなんか、若干確定で、終わりと。なんか、こんだけのシーン強くないか。以上、優勝したのはプライマーさんでした。やば。今日の実況ほんとゴミやった。眠すぎて。まあ、なんか細井さん、細井シンスさんはなんか展開系環境ですね、本当に。それこそファンダイズ持ち込んだら強そうだけど。どうなんでしょうね。1分で決勝終わりましたね。本当ですね。お疲れ様でした、バックさんも。そう、なんか、総評としてはそうですね。なんか、結構特徴的なデッキの持ち込みの方が多かったんで。
なかなかメタは張りにくいけど、まあ、だとしてもなんか、見た目と、か、僕が仮になんかその細い審査を持ち込むんだったら不安ないですから。展開系デッキそんなもんやったらなんか普通に不安ないですか、そうだった。と思いました。思いました。まあ、ぜひ参考にしてください。まあ、チャプターつけられるかな。ちょっと微妙だけど。まあ、気が向いたらつけます。なんか土日に細い CS さんやるって言ったから、その時もまあ、僕が元気やったら、元気で細いさんがやるんだったら、まあ、また配信するかもしれません。まあまあまあ。今週末、まあ最後の、10月最後の週末なんで、今週できませんっていう。あ、そうですか。残念。僕個人の配信は、まあ多分次が火曜日の田舎のシリーズだと思うんで、よかったらぜひ。まあ僕のモチベにとか、結構忙しいからわかんないけどできるかどうか。その辺は、あれなんですが。まあ、細いシエスさんと、田舎シエスさん。どちら見ていってください。ファンを出たペンダイは無理じゃない？いや、そんな、マンズシャ多分いけると思う。セフィラは、全員無理だから、単純に。あれ、無理じゃないでいけないってないんで。そもそもセフィラは本当になんかそういうデッキだから、なんか。言わずも入るし、基本的に言わずなくてもなんか、展開、まくる手数なんとかあっちゃうデッキだから。まあ、ただ、多分、結果図とかは無理なんで、倒し方、なんか、本当にファンナイズ多分、勝率そうなんないと思いますから。仮にペンデルも入るんだったら、僕だったら、なんか、そうですね、結果図を持ち込みます、ね。結果図ね、ファンナイズか。ファンナイズ持ち込んで。って形になると思います。まあ、そんな感じですかね。まあ、毎回同じ方ばっかりなんか参加してもつまらないんで、ぜひぜひ、ちょっと、いろんな方が参加していただいて、環境を変動してほしいですね。ありがとうございます。じゃあ今日のこのところで、終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。まあまあ、あんまりなんかポジキしてもしょうがないから、まあなんかまた配信とかやると思うんで、その時に来てくれると嬉しいです。あ、プライマーさんお疲れ様です。よかったらまたご参加ください。まあこうやってね、なんか大会環境をの参加人数が増えていくと、やはり面白いゲームが見れるから、僕個人としてもやっぱり嬉しいし、まあ遊戯会話、なんかマスターディル会話としてもいいんじゃないですかね、全然。あまりこれ固まってもしょうがないからね。で、土日、確か大会、なんだっけな、毎日その、なんか決勝なんだっけ。と、はいはいはい。なんか、見慣れないやつがありますね。なんだこれ。あ、なんか、拷問さんか。拷問さんのなんか CS があるのか。土曜日に毎日 CS の決勝トーナメントがあって、それとは別になんか、特殊レギュの大会もあって、土曜日は特殊レギュの大会が一つと、あ、ゲートボールの、なんか1位がありますね。で、日曜日は、将軍 CS さんがありますか。そんな感じですね。まあ、ぜひぜひ参加してみたらどうでしょうか。将軍 CS さんのさ、実況さ、めっちゃ、良かったんですけど、
実況というかその声が良かったんですけど、実況は正直評論するには時間足んなかったから、なんともいかんとも仕方なかったんだけど、よかったらぜひちょっと将軍シゲスさん見ていってください。なんか普通に僕なんか良かったんで声よと思って、聞き取りやすいし、なんか多分喋り慣れてる方だと思うんですけどね、あそこまで行くと。なんかすげえなと思いました。よかったら、まあ今日も実況してたんで、今日を実況してたんで、よかったらアーカイブのあったらだけど見てみてください。おすすめです。なんだろう、僕いらなくなっちゃうかもしんない。悲しすぎる。終わったら僕は、なんか、一週間ごとの大会環境に使えたデッキを、なんか、あの人、YP っぽく出すがいい。なんか、どっちかっていうと、なんか、本当になんか絶叫してる人みたいな感じだった。アナウンサーとかカスタマーサービスなんかお兄さんとか、そんな感じの。なんか明らかに喋り慣れしてるから、あの方。すげえなと思いましたね。コストがあればなんか教えてもらいたいけど。まあ、とはいえ、めっちゃ被るけど。CS。あまりにも無駄すぎると、さすがになんか、競技プレイヤーの取り合いみたいになっちゃうから、よくないんですが。まあ、ぜひぜひ。大会環境が盛り上がること自体は全然いい、素晴らしいことなんで、ぜひぜひ増やしていただきたいですね。さあ、明日は毎日休みに行きましょうね。ジュエさんの、ジュエさんか。ジセジュさんか。の、まあ、実況が見れるんで。まあ、あの人の声いいですよね。羨ましいや。毎日しょうがないからなんか見るか。シャドウ、まあ、あ、そうですか、ありがとうございます。本当かとは思うけどそれ。CS、そうだね。マイチーさんは主催、違いますね。主催は実際さん、ジューセルさんじゃないです。協賛じゃないですかね。どっちかっていうと。まあ、ただまあ、その、実況やってる方がずっとジューセルさんなんで。毎日はきついと思うんだけど。さすがに。決勝だけとはいえ。結構胃もたれしますよ。僕も、あ、参加してみる5万はすごいですよね。まあ、5000とかでもすごいけど、全然。まあ、正直、マスター DM の公式は、毎日さんに金払っていいから、スポンサードしてほしいわ。どう考えても、なんか、毎日さんのおかげで、教育環境がついてて言っても過言ではないから、普通に僕とか引退してる可能性あるから、ないと。今でこそなんか違う CS さんがさ、ちょくちょくあって、まあ、仮に毎日 CS さんが、なんか優勝してなんか暇やっても、やることありますけど、なんか一時期本当に毎日 CS さんしかなくて、マインシエスさんか、なんか勝っちゃう、なんか、その、週の始め、なんか、月の始めとかで勝っちゃうと、か、その月はマインシエスさん出れないから、めっちゃ暇になって、本当になんか、もう手持ち無沙汰っていうか、なんていうか、か、モチベとかあるのに、調整する場所ないとか、普通にあったんで、
マネチエさん、ほんとすごいですね。ほんとに。いや、まあ、このマスターデュエルってゲームなんか知らないけど、運営にやる気がまるで見られないから、ちょっと、こうやってユーザー側が頑張るしかなくて。僕としても、ね、競技環境は面白いと思うから、ぜひ、なんか、いろんな方に参加していただきたいし、流行らして、まあ、流行ってほしいんだけど、まあ、とはいえ、こんなランクマッチしかやることない、競技環境だとさすがにちょっと、スーマンねってやってもしょうがないかなって。で、ずっと言ってますね、僕は。今のとこまともなその競技環境が、DS カップしかないから、その、なんか、運営さん側が用意した、DS、なんか、競技環境が、DC しかないから、本当に暇っすね。まあ、こんな長々と話しちゃったけど。明日は、まあ、暇あったら雑談しながら、なんかやるかもしれない。とは聞いておきます。次の配信は、火曜日と言っておきながら。まあ、そんな感じで、よかったらぜひ見てみてください。CS の、なんか、細井さんの配信にやるのもあれだけど。まあ、後半は結構、解説がボロボロあったんで、申し訳ないですが。僕もなんか、競技プレイとしてちょっと参加したいけど、今週は無理かな。まあ、ぜひ。まあ、この話見てる方って結構、なんか、競技プレイヤー多いと思うんですけど、競技プレイヤーじゃない方が、もしいらっしゃったら、ぜひぜひ、なんか、積極的に参加してみてください。まあ結構気軽にできるんでね。なんか、そんなに物おじせず、参加していただけると、僕としても嬉しいです。僕もなんか、なるべくなんかね、事前知識がそこまで必要ない、実況解説目指していきたいなと思いつつ、まあ頑張っていくんで、まあ長い目で見てあげてください。じゃあ、このところで終わりますか。お疲れ様でした。また、お会いしましょう。